どうも、笹さんです。今回はですね、 PC ゲームをやりたいと思ってもなかなかね、予算的にすぐゲーミング PC を買えないんだよなっていう方がおそらく一度は選択肢に浮かぶであろうクラウドゲーミングについて実際に僕が試してみましたので、そのメリットとデメリットについて解説したいと思います。で、最初に言ってしまうと、これ結構すごくて、プランによってはハイスペックゲーミング PC を使うのと遜色ないぐらいね、快適にゲームが遊べたんですよ。ただもちろんね、自分の目の前に PC を実際に設置して遊ぶのとは違う部分っていうのもあったし、それについても解説しますので、クラウドゲーミング気になってたんだよなーっていう方はぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはですね、そもそもクラウドゲーミングって何？言葉は聞いたことあるけどちょっとよくわかんないんだよなっていう方向けに、どういうものなのか簡単に説明したいと思います。今までは皆さんがゲームをしたいと思ったら、家庭用ゲーム機なりゲーミング PC を用意して、あとはそれをね、モニターに接続するだけでゲームをね、遊ぶことができたっていう感じですよね。これがクラウドゲーミングでは、その家庭用ゲーム機やゲーミング PC っていうのが必要ないんですよ。代わりに必要なのはスマホとか、もしくは低スペックでもいいので PC、 とにかく GeForce Now を使えるデバイスとインターネット環境があれば OK です。で、なんで自分が用意するのは低スペックでもいいのかというと、実際にゲームを起動するのは GeForce Now のサーバー側で自分のデバイスではないからです。なので自分のデバイスのスペックっていうのは基本的には関係ありません。ただ、なんで今基本的にって言ったのかというと、フレームレートですね。高いフレームレートで遊びたいと思ったら、それに対応したね、モニターっていうのは別で必要になります。はい、続いて料金形態についてですね、 GeForce Now はサブスク課金制のサービスなんですけど、このプランが3つあります。まず1つ目が一番左のフリープランですね。これは完全無料で使うことができます。ただサーバーに接続する時の優先度が有料プランに比べると低いので、混雑状況によってはね、あんまり快適に遊べないという可能性があります。それとプレイできるのはね、1日1時間までで、画面にね、広告っていうのも表示されます。はい、次に2つ目がプライオリティというプランで、こちらは月額1790円になってます。で、プレミアムサーバーにね、優先的に接続してくれるので、フリープランに比べるとね、かなり快適に遊べるっていう感じですね。で、1日のね、ゲームのプレイ時間っていうのは最大6時間で、解像度は 1080p まで、フレームレートは 60fps で、このプランからは広告が表示されなくなります。で、最後3つ目が最上位のアルティメットプランですね。こちらは1ヶ月のサブスク料金3580円で、なんとね、サーバー RTX4080 なんですよ。なのでめちゃくちゃね、これ快適に、ゲームプレイすることができます。最大で1日8時間までゲームプレイ可能で、解像度も 4K に対応してるし、フレームレートはね、最大 240fps 対応してます。さっきも言った通りね、この 240fps で遊ぶためには別でね、モニター、それに対応したね、ゲーミングモニター用意する必要あるんですけども、その場合はね、めちゃくちゃ快適ヌルヌルなね、しかも低遅延な映像でゲームを遊ぶことができます。こちらもね、もちろん広告は表示されません。で、注意点なんですけども、今説明した料金っていうのはあくまで GeForce Now の契約料金です。なので、この GeForce Now を使って有料のゲームを遊びたいとなったら、その有料ゲームについては自分で別でね、購入する必要があるんですよ。例えば Steam とかでね、販売されているゲームを購入して、 GeForce Now と Steam を連携して遊ぶっていう感じですね。無料のゲームであれば GeForce Now のね、料金だけで遊ぶことができます。それと、この GeForce Now は現在1900以上のゲームタイトルに対応しているんですが、対応してないタイトルっていうのもあるので、自分がね、遊びたいゲーム決まってるのであれば、それがね、 GeForce Now に対応してるのかどうかっていうのは、事前にね、チェックするようにしましょう。はい、じゃあここから GeForce Now を使ってゲームを起動すると、どんな感じでね、遊ぶことができるのか実際に見ていただきたいと思います。今僕の Windows PC にこの GeForce Now もインストールしていて、僕のアカウントでログインして、Ultimate プランね、契約しているっていう状態です。で、ゲーム起動する前にちょっと設定もね、見ていただきたいんですが、この画面から UBI ソフト、Epic Games、Steam、Xbox の自分のアカウントと GeForce Now をね、接続するんですよ。僕はね、今 Steam 接続してる状態なんですが、これによって、Steam でね、自分が持ってるゲームをこの GeForce Now を介してね、遊ぶことができるっていう状態になってます。
でちょっと注目してもらいたいのがこの自動サインインっていうやつですね。 UBI は対応してます。 Epic Games はフォートナイトのみで、 Steam は対応してないです。 Xbox は対応してるっていう感じ。この自動サインインサポートされてないのね、ちょっとめんどくさかったんですよね。後でどんな感じなのかね、 Apex で見ていただきたいと思います。で下の方に行くとですね、接続先サーバーの設定とかテスト、ストリーミング品質のね設定とかいろいろあるんですけども、基本的にはねデフォルトで問題なく快適に遊ぶことができました。そして今回試すゲームタイトルなんですけども、 Apex、 原神、サイバーパンク、この3つですね。でその中でもやっぱり Apex ってオンライン対戦型ゲームで競技性も高いので、ちょっとでも遅延があるとそれがねすごいプレイに影響しちゃうんですよ。なのでこれが GeForce Now 快適なのかどうかっていう目安になるんじゃないかなと思いますね。 Apex から、起動してみます。はい、するとですね、こんな感じで Steam が、立ち上がりました。これはですね、僕の PC にインストールしている Steam が立ち上がってるわけではなくて、GeForce Now を介してその中で Steam が立ち上がってるんですよ。なので別にね、自分の PC に Steam インストールしておく必要っていうのはありません。はい、ということでね、Apex 起動したんですが、この Apex のトップ画面で毎回ね、このなんか登録みたいな、ログイン認証っていうのが必要になるんですよ。これがさっき GeForce Now の設定画面で説明した Steam がね、自動サインインサポートされてなくてちょっと面倒っていう話ですね。このコード送信から毎回ね、パスワードを入力する必要があるんですよね。まあ外部のサービスとの兼ね合いがあってなかなかね難しいのかもしれないんですけど、ちょっとねこれは改善してほしいなと思いますけどね。はい、ということで Apex ログインしてね射撃訓練場入ってみました。で右上のフレームレートに注目していただきたいんですが、これねフレームレート今300出てるんですよ。さっき GeForce Now の料金プラン説明した時はフレームレートアルティメットプラン最高240って言ったんですけど、自分が使ってるモニターとかゲームタイトルによってはねそれ以上出るっぽいですね。今僕が使ってるモニターも最高ね 480Hz、対応してる製品なんですよ。ちなみに Apex のフレームレートの上限っていうのは300なので、まあ、上限いっぱい出てるっていう状態ですね。それとグラフィックの設定については僕がね普段自分の PC で使っているものと、全くね同じくしてます。解像度 1080p の、NVIDIA Reflex は有効プラスブースト。この NVIDIA Reflex っていうのを使うと遅延を減らすことができるので、 NVIDIA 製のグラボを使っている方は絶対ね有効にした方がいい設定ですね。でテクスチャストリーミング割り当ては、最低、これなしではなくて1個上げた最低にしていて、あとはね、全部低くしてます。グラフィックの設定についてはこんな感じ。で、次は遅延についてなんですけども、やっぱりね、これ、クラウドゲーミングっていう特性上、遅延はゼロではないんですよね。ただ、こう、ダミーを打って、結構ね、弾ちゃんと当てることできるんですよ。こんな感じ。普段ね、自分の PC でゲームするのに比べて、違和感ゼロではないんですけども、なんかそこまでね、なんか思ったほど遅延はないかなっていう風に、個人的には思いましたね。僕は今青森県に住んでまして、あの接続先の GeForce Now のサーバーが東京なんですよね。この距離がね遠ければ遠いほど遅延っていうのは大きくなってしまうので、まあ、関東とかに住んでる方はもっとね、快適に遊べるかなと思います。はい、じゃあちょっとね、一戦試合行ってみたいと思います。このね、Apex、ドロップシップからの加工時がね、一番フレームレート下がるんですけども、まあ、ちょっと降りたぐらいでね、もうフレームレート、200超えてますね。200後半ぐらい、もう出てますね。で、これ画質についてはですね、若干こう、自分の PC で遊ぶのに比べると荒いかなっていう気もするんですけども、まあ、気になるほどではないかなとは思いますね。まあ、若干っていう感じ。これもね、もしかしたらあのデータのね、通信というか、自分のネットワークの速度によってまた違ってくるかなとも思うんですけど。ナイス。まあ、こんな感じでですね、結構普通にね、プレイはできると思います。あ、じゃあ2つ目、サイバーパンクで起動してみます。
はい、ということでサイバーパンク起動してみました。サイバーパンクはね、 Apex と違ってログインとかそういうのは必要ないですね。 Apex はなんでさっきログイン必要だったのかというと EA の認証みたいなのがね必要なんですよ。それがね毎回やんないとダメなんですけども、そういうね認証がないゲームについてはね Steam でも大丈夫です。で、サイバーパンクもね、これ、さすが RTX40 だけあってね、めちゃくちゃ快適に動くし、グラフィックもね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。今、設定としては、解像度 1080p のフルスクリーンで、グラフィックがですね、解像度スケーリング DLSS スーパーレゾリューション、その下が NVIDIA DLAA。で、フレーム生成もオンにしてますし、レイトレーシングもね、オンにしてる状態ですね。これでね、かなり、負荷は高いはずなんですけども、DLSS 有効にしてるので、AI がフレームを生成してくれます。これがなかったらね、もっとあまり滑らかな映像になってないかもしれないんですけども、これがあるおかげでね、かなりこう、滑らかな映像でゲーム楽しむことができます。まあ、遅延についてはですね、やっぱ Apex ほどフレームレート出てないはずなので、若干さっきよりは遅延大きくなったかなっていう印象ではあるんですが、まあ、競技性のね、高いゲームとかではないので、まあ、プレイにはね、全然問題ないかなとは思いますね。普通にね、快適に動作してくれると思います。はい、それでは3つ目、原神起動してみたいと思います。原神の場合は Apex とか、サイバーパンクと違ってね、こう Steam の連携とか Steam を介して立ち上げるとかそういうのではなかったんですよね。アカウントの連携とか必要なくね、まあ、原神自体に、起動してログインするだけでね遊ぶことできます。はい、ということでね、原神起動してみたんですけども、まあ、今回のね3タイトルの中で言うと原神がね一番こう快適に動くのかなっていう感じですね。グラフィックスの設定、今カスタムって書いてるんですけども、ほぼね一番上になってると思います。で、 PC 版の原神は、通常60までしかねフレームレート上げることができないので、まあ今ね、60フレーム張り付きでね、出てると思います。全然カク付きとかも感じないし、あとね画質もね全然悪くないんですよね。なんか Apex はね若干画質悪いような感じはあったんですけども、サイバーパンクと原神はねなんか画質悪いとかそういう感じは全然ないですね。だいぶね快適に動いてくれるかなと思います。はい、続いてはスマホ版の GeForce Now を試してみたいと思います。スマホ版もね、Apex、サイバーパンク、原神ですね。じゃあまず Apex からいきます。今回はね、スマホ Android 端末、使ってます。Android はね、GeForce Now のアプリリリースされているので、まあそれをね、インストールして、使うというだけなんですが、iPhone の場合はですね、GeForce Now のアプリないんですよ。なので、ブラウザ経由で GeForce Now 動かすっていうことになります。それと今回は PS5 のコントローラーを、スマホにね、ペアリングして、ゲームしてます。一応ね、コントローラーがなくても画面上に仮想のね、コントローラーみたいなのを表示して、それで操作できるんですが、まあ、やっぱりね、別でコントローラー用意した方が快適にね、遊ぶことはできると思いますね。まあ、じゃあログインできたんで、またね、射撃訓練場行きます。はい、射撃訓練場入りました。右上にね、一応パフォーマンス表示されてるんですが、かなりね、ちっちゃくて多分カメラ映ってないと思うんですよ。でもね、今 120fps ね、張り付きで出てるっていう状態。さっきね、PC 版で遊んだ時と、まあ、画質設定は全く同じですね。なんで PC でさっき遊んだ時は300ね、出てたのに、スマホだと120なのかというと、このスマホのディスプレイがリフレッシュレート120までしかね、対応してないからっていうことですね。まあでも120出てればね、こう家庭用ゲーム機の MAX のね、フレームレートと同じような感じなので、結構ね、滑らかなんですよ。で、遅延についてはね、PC よりは結構大きいかなっていう印象。映像のクオリティ的にはね、こう全然問題ないというか、PC に比べてもね、遜色ないんですけども、この遅延があるせいで、ちょっとね、Apex とかは操作しにくいかなと、個人的には思いますね。Apex とかそういうね、FPS、オンライン対戦型のね、ゲーム遊びたいのであれば、やっぱ PC で遊ぶのが、まあ一番いいかなとは、個人的には思いますね。まあできないことはないと思うんですけど。あと僕今ね、ダミーを射撃しても外しまくってるんですが、僕普段ね、全然パッドで Apex やんないんで、めっちゃ下手くそなんですよ。普通にパッドでね、普段からやってる人が操作したら結構ね、操作性はいいのかもしれないですね。で、今スマホなんで、もちろんね、ネットには無線で、接続してるんですが、なんか回線の途切れとかね、こう、ダミーが瞬間移動したりとか、そういうことはね、今んとこないですね。意外と快適に、こう、ネット回線的にはね、動いてくれてるっていう感じ。はい、じゃあ次はサイバーパンクやってみます。
はい、ということでね、スマホ版の GeForce Now で、サイバーパンク起動してみました。どうでしょうか。やっぱね、スマホ版でも十分綺麗ですね。でね、このアスペクト比もちゃんとスマホの画面に合わせてぴったり表示してくれてる。結構ね、あの画面が大きいスマホであれば大迫力でね、遊べそうな感じですね。今コントローラーで操作してるんですけど、なんか Apex よりいいような気がするな。 Apex コントローラー操作にね、僕が慣れてないだけかもしれないですね。なんかサイバーパンクはね、結構快適に感じる、なぜか。まあ、動画のね、前半でも説明してた通り、このスマホでね、サイバーパンクを動かしてるわけじゃないので、スマホにね、あの別に負荷はあまりかかってないんですよ。GeForce Now 側のね、サーバーでサイバーパンクを動かしてくれてるので、非常にね、あの快適というか、グラフィックもめっちゃ綺麗で、レイトレーシングもね、適用されてるっていう感じ。映像ね、やっぱ綺麗ですね。スマホでも PC と変わらず。はい、そして最後にスマホ版 GeForce Now で原神も起動してみたんですけども、原神はね、これコントローラーサポートされてなかったですね。まあ、ただあのディスプレイね、直接指で触るとスマホゲームみたいにね、こうやって操作することできますね。まあ、ただ原神はね、皆さんご存知の通りスマホでもね、普通にアプリがあるので、原神をスマホで遊びたいっていう方は別にね、あの GeForce Now を介して使う必要はないですね。低スペックな PC で、大画面で、まあ、原神遊びたいとかっていう方であれば、まあ、おすすめの方法かなっていう感じですかね。まあ、動作についてはね、全然問題ないですね。なんか遅延とかも全く感じずにね、快適に遊べそうかなと思います。はい、ということで今回は話題のクラウドゲーミング GeForce Now 実際試してみましたので、最後にメリット、デメリットをまとめて終わりにしたいと思います。まずメリット一つ目なんですけども、PC ゲームを始めようと思った時の最初の導入コスト、これをね、かなり低く抑えることができるということですね。自分でね、ゲーミング PC 買おうと思ったら、まあ、15万円とか20万円とかね、するわけですよ。それをね、月額、まあ、毎月お金はかかってしまうんですけども、3700円とかにね、抑えられるっていうのは、かなり、ね、魅力なのかなと思いますね。それでね、ハイエンドゲーミング PC と同じようなね、性能で遊ぶことができるので、まあ、とりあえずね、PC ゲームどんな感じなんだろうとか、試してみたいなんていう方にもね、おすすめかなと思います。続いて二つ目が、いろいろお手軽っていうことですね。ゲーミング PC って結構設置のね、場所を取るんですよ。本体が大きいので。ただ、クラウドゲーミング GeForce Now であれば、まあ、スマホだったりとか、低スペックな PC、ノート PC とかでもいいので、まあ、設置スペースもね、節約できるし、ネット環境があれば遊べるので、かなりお手軽なんですよね。自宅で遊べるっていうのはもちろんなんですけど、出張先でもね、PC ゲーム楽しみたいなんていう方は、スマホとね、コントローラー用意すれば結構快適にね、遊べるんですよ。 PC ゲームめちゃくちゃ好きなんだけど、仕事であちこち飛び回らないとダメとか、そういう方にはね、結構おすすめのサービスかなと思いますね。で、3つ目がストレージ容量を食わないっていうことですね。 PC ゲームのタイトルによってはインストールに50ギガとか100ギガとかね、必要なやつもあるんですよ。ただクラウドゲーミングっていうのは自分の PC にインストールするわけではないんですね。サーバー側のゲームをあくまでストリーミングするみたいな感じなので、まあ自分のね、PC の容量っていうのは食わないし、アップデートとかもね、必要ないんですよ。GeForce Now をインストールするだけで全然容量食わないし、アップデートの時間もかからないし、まあ簡単にね、遊ぶことができるっていう感じですね。で、次にデメリットについてなんですが、まあ、これはね、ゲームをしてる時にも言ったんですけども、クラウドゲーミングの性質上、どうしてもこう、遅延をね、ゼロにできないんですよ。まあ、Apex とかね、そういったゲームでも遊べるぐらいなので、まあ、気にならないっていう人もね、多いかもしれませんが、まあ、オンライン対戦 FPS とかね、遊びたいっていう方であれば、まあ、ちょっとね、気になるかもしれないですね。特に高ランク帯を目指したいとか、なんか将来的に配信者とかプロゲーマー目指したいっていう方であれば、やっぱね、自分で PC を用意して遊ぶ方がいいかもしれないですね。で、デメリット2つ目としては、1日のゲームプレイ時間に、制限があるということですね。はい、ここで一つ訂正なんですけども、この GeForce Now の時間制限というのは1日ではなくて1セッションに対しての時間制限なんですよ。なのでアルティメットプランであれば8時間遊んだ後にもう一回サーバーに接続し直すことで、もう一回そこからね、連続して8時間遊ぶことができるそうなんですよ。これはアルティメットプランだけじゃなくて、プライオリティとフリープランについてもね、同じです。例えばフリープランでね、1時間遊んだ後にもう一回ね、接続し直すことで、そこからまた連続して1時間遊ぶことは可能です。ただやっぱりね、1時間ごとに接続し直すって結構面倒だと思うので、まあ快適に遊びたいのであればプライオリティ以上のね、プラン契約がおすすめだと思います。
で、ここまで動画を見ていただいて、あ、GeForce Now結構いいかも、試してみたいかも、でも1ヶ月契約するのはちょっとなっていう方いると思うんですよ。そういった場合はですね、1ヶ月じゃなくて1日試せるね、デイパスっていうのもありますので、まあ、ぜひね、そちらもご検討いただけたらなと思います。動画の概要欄にね、GeForce Now のリンク載せておきますので、ぜひそちらからね、チェックしてみてください。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。